アギーレ初陣の黒星、セルジオ越後氏は、監督が、魔法を、かけられるわけじゃない、キリンチャレンジカップ2014が、5日に行われ、日本代表とウルグアイ代表が、対戦。ホームでハビエル、アギーレ監督の、新体制初戦を迎えた日本代表だが、前半にエディンソン、カバーニ、後半にアベル、エルナンデスに、得点を許した日本代表は0、2で、敗れた。代表初招集の、ニーセン力2選手が先発するなどした日本代表だが、守備のミスから失点を許し、攻撃面では効果的な形を、作ることができなかった。サッカーキングの取材に対し、サッカー解説者のセルジオ越後氏は次のように、語った。監督が変わっても、総合的な日本とウルグアイの、差が縮まるわけじゃないよね。根本的なことで、選手の質が違う。すぐに縮められるなんてできないよ。監督が魔法を、かけられるわけじゃない。もし、ワールドカップで優勝した監督が、来てもそれは同じこと。4、3、3のシステムを、用いて試合に臨んだ日本代表。中盤のスタメンは、森重正と、細貝はじめ、田中純也で構成されたが、なぜ、森重をアンカーで使ったんだろう。ゲームを作る選手がいなかったよ。例えば柴崎、竹、のような選手が、ベンチにいたんだけどね。まだ、それぞれがどういう選手かを、監督がわかっていないんだよ。田中、純也、も中盤の、選手じゃないよ。ポルトガルでのプレイを見ていないだろうし、柏でももっと前でプレイしていた、と、選手の能力を把握する時間がなかったことを、指摘。前監督のアルベルト、ザッケローニ時代に、招集されていた選手たちの、プレイにも、サイドを崩せなかったし、岡崎、新司も孤立していた。本田、圭介、はスーパーな選手じゃないし、海外組、ワールドカップに出場したメンバーも、プレイは変わってない。4年間で大きく変わるものじゃない、と、論じた。日本は次戦、9日にベネズエラと対戦する。